はい、ということでユッキーでございます。今日買ってきたのはじゃじゃーん、最高級タバコトレジャラブラック、こちらです。2100円でございます。20本入り。なんかすでになんか香りがするぞ。なんだこれは。トレジャラブラックね。早速なんか香るぞこれ。こいつ香るぞ。20本入りで、2100円で、タールが10ミリ、ニコチンが 0.8 ミリとなってまーす。そしてこの、ね、ピースクラシック顔負けのこの、箱よ。この、何やこれ。アルミのこのかっこいい。すげえかっこいい。いくよ。ほら。パッキーン、かっけー。この箱だけで十分価値あるわ、これ。シガレットケースとして使えるぞ、これ。ほぉ、香ります。あ、すっげえ。じゃじゃーん。じゃが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 ん。おぉ、なんだこの香りは。あ、なんだこの香りだと思ったら、これピースの。ショートピースの香りだって。これ自体は別に。ああ。うん。まあ、ほのかに香るけど。こんな感じでございます。それでは、吸っていきたいと思います。1本、110円でございます。はい、1本20本入りやから、105円です。1本105円です、これ。すごい。ああ、リッチな気分。なるほど、こんな感じの味か。あのね、なんかに似てるな。若干 JPS に似てなくもないか。これイギリスのタバコ会社ですよね。トレジャラブラック。若干 JPS に似てなくもないか。1999年にイギリス、ロンドンで発表し衝撃を与えたトレジャラブランド。トレジャラブラック。厳選に厳選を重ねた上質なバージニア葉を使用し、黄金色のディップペーパーなど最高級の素材で巻き上げられたタバコは金の磁色に艶消しの塗装を施した贅沢な缶入りです。でもそんなにね、味濃くもないんだよ。濃くはないな。何に似てっかなぁ。やっぱほのかに JPS に似てる。というか、あれに似てる。ラッキーストライクに若干似てる。ラッキーストライクをマイルドにしまくった感じっていう感じか。JPS をさらにマイルドにしたよな。香りですね。そうですね。JPS をちょっと薄くした感じ？うん。せやね。
JPS をね、薄くした感じだ。うん。香りがね、その JPS 香がする。JPS 香がするね。まあ、ラッキーストライクとはちょっと程遠いけど、まあ JPS、ラッキーストライクをめっちゃマイルドにして、まあ、香りも飛ばしまくった感じ。JPS のをマイルドにして飛ばし、香りを飛ばしまくった感じに似てる。JPS のね、香りの半分ぐらいだな。ぶっちゃけて言うと、あんまりそんなにうまいってこともない。味がそんなにない。香りっていうのがあんまりないですね。香りがそんなに、そんなでもないな。うん。せやね。それに似てるな。で、ちなみにこのトレジャラブラックはですね、トレジャラブラックだけではなくって、ブラック以外にも、ホワイトとかあるんですよ。あ、トレジャラスリムブラックなんてのもあるね。480円。スリムタバコなんてのもある。ちなみにそこの渋谷で売ってたのがですね、このトレジャラ以外にも、なんか、なんやったっけな、緑色のやつも売ってたような気がする。確かトレジャラの、そっか、緑のやつと金色のやつだったかな。まあ確か値段が1000円のやつですね。確か緑と金色です。うん。確かそんなんやったら売ってた。両方売ってましたね。2個。全部で3種類売ってたんですよ。で、どうやら、今ググったところによると、トレジャラのラグジュアリーブラックってやつと、ラグジュアリーゴールドってやつと、ラグジュアリーメンソールっていうのがあるみたい。で、それぞれ全部一箱1000円です。これが2100円なんですが、1000円で売ってる。で、ラグジュアリーブラックは8ミリのタバコ。で、ゴールドが6ミリのタバコ。そしてメンソールが6ミリのメンソールとなってるらしいです。なるほど、なるほど。ほうほうほう。うん。ちょっとあれやな。JPS に、あれ混ぜたような感じだな。JPS の味を半分と、あと、まあ、いわゆる、メビウスの味を半分混ぜたような味です。うん。まあ、まずくはない。まずくはないんだけど。別にうまくもない。うまくもねえな。別状うまいっていうこともないっていう。まあでも、ピースクラシック買うよか100倍マシですよ、これは。100倍でもないか。10倍ぐらいマシだ。こっちで買った方が多分。うん。うん。まあピースクラシック買うよかマシだな、さすがに。
メンソール欲しくなってきたね。メンソール。メンソールも吸ってみたくなりましたね。ちょっと。トレジャラメンソール。今度買ってこようかな。また、そこ行って買ってこようかな。桃源坂の。109のある近くにあるんだけど。渋谷のね、109の近くの裏側にある。タバコ屋なんですけど。まあ、これは三つ星ですね。うん。まあ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 って感じの味です。うん。それではご視聴ありがとうございました。